こんにちは、ブラスアンサンブルメリメロです。私たちはですね、金管アンサンブルをやっておりまして、いろんなところからですね、県外ですと福岡とか長崎の方からもうメンバーが集まっていて、まぜこぜでっていう意味でメリメロというフランス語のですね、名前にしております。で、今回ですね、クリスマスコンサートということで合同でさせていただきますので、よかったら、楽しんでいってください。よろしくお願いします。Xブラスクリスマス第1部はブラスアンサンブルメリメロの演奏で開幕です。どうぞお楽しみください。皆さんこんにちは、私たちは、メリメロと言います。メリメロの意味はですね、フランス語でごちゃ混ぜ、混ぜこぜみたいな意味です。まあ、なんでかっていうとですね、みんながそれぞれいろんな楽団に所属してまして、まあ、そちらでも活動しつつ、こうやって本番とかいろいろあってですね、みんな集まってまた、やるっていうようなですね、そういうニュアンスで、そういう名前にしました。1曲目はですね、まさにクリスマスコンサート、クリスマスといったら諸人こぞってですね、それを演奏させていただきました。かなり3人緊張しましたけど、皆さんに伝わってますかね、緊張が。
なので、まあ、今日はですね、クリスマスか、離れちゃダメなのかな、クリスマスコンサートなので、もっとですね、肩の力をこう、ダラーンと抜いていただいて、ぜひですね、楽しんでいただけたらなと思いますので、まあ、なかなかね、コロナの関係でですね、あまり声を出して笑ったりとかできにくいんですけども、まあ、満面の笑顔でですね、していただけるとこちらはですね、すごく安心して、普段の練習通りの力がですね、発揮できると思いますので、今からの練習はですね、うまくいくもいかないも、皆様の肩にかかっておりますので、どうぞよろしくお願いします。はい、ではですね、2曲目参りたいと思います。2曲目はですね、ちょっとクリスマスとはかけ離れまして、パバーンとダンスというですね、曲を、お送りします。ちょっとね、なんか難しい名前だなっていうね感じでしょうけども、いわゆるですね、パバーンっていうのはですね、宮廷演舞って言いましたので、まあ宮廷の優雅なダンスで、まあダンスはダンスなので、まあ要はですね、ダンスダンスって曲です。どうぞお聴きください。Thank you.
どうもありがとうございました。パバールのダンスでした。ちょっとね、クラシカルな曲だったと思うんですけども、まあね、前半のちょっとこうゆったりした感じからですね、後半はちょっとね、テンポ感がね、前半がまあ、4分の何とかそういう普通のね、皆さんが知ってる 1,2,3,4,1,2,3 とね、そういうリズムなんですけど、後半の曲はね、8分の6っていう曲なんですね。8分の6ってね、1小節に8分符が6個あるっていうんですよ。1,2,3,4,5,6、1,2,3,4,5,6 っていうですね。なのでちょっとこう、リズムの感じ方がね、少し違うんですけども、でね、ちょっとね、クラシカルな曲をやってみました。緊張してるでしょ、みんな。合図出しもね、緊張するんですよね。はい、だからこっちもね、相づちどの人がするか、どの人やってるか、どの人やるかってね、みんながやるんですけど、入るのしくりました、すいません。はい、ではですね、次の曲に参りたいと思います。次の曲は、巻き人子、巻き人羊子っていう曲です。皆さん、曲目を聞いて分かりますか？知ってる方、お、素晴らしい、いらっしゃるんですね。僕ね、今日知りました、この曲。どういう曲なんかっていうその内容を初めて知りました。何かですね、キリストさんがお生まれになった日に一番最初にお知らせが行ったのが羊飼いらしいんですよ。で、まあそれで、ですよね、合ってますよね、はい、はい、そういう曲らしいです、ね、はい、ではですねごめんなさい、もう全然今日 MC やるって言われたんですよすいませんね、こんな感じで言ってますけど本当に申し訳ありませんけども、映像はちゃんといたしますので、どうぞお聴きください。巻き人羊をですね、じゃあどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。巻き人羊子ですね、はい、すごくね、なんかすごく綺麗な、なんていうんですかね、言葉が出てこないですね。年取ると言葉が出てこないですね、はい、本当に出てこないですね。あ、神聖な、ね、なんかそういうお持ちになる曲ですよね、はい。なので副本もですね、かなり神妙な面持ちで吹いてますけども、もっとですね、緊張してます、ね、
緊張してますのでね、意外とね、アンサンブルってね、めちゃくちゃ緊張するんですよね。はい。で、ほら、なかなかコロナでですね、こういうね、ホールみたいなところでコンサートをすることも、本当に、まあ、今年の流行語じゃないですけども、3年ぶりみたいなですね、そういう感じで、やっぱりね、緊張するんですよね。でも、まあ、こうやってね、コロナの中でもこう演奏ができるようになったっていうのはですね、本当に、よかったなと思っております。はい。次の曲はですね、これはね、ちょっと皆さんご存知かな、バックナンバーっていう、メンバーのクリスマスソング、こちらをですね、お届けしたいと思います。はい。ありがとうございました。バックナンバーのクリスマスソングでした。はい。ね、僕らの世代のクリスマスソングといったらやっぱり山下達郎さんのクリスマスイブですね。JR 東日本のですね、クリスマスエクスプレスっていうね、宣伝があったんですけど、知ってますか？知らない。牧瀬里穂さんがね、出てきたんですけど、めっちゃ可愛かったですけどね、当時ね。あれでね、達郎さんのイブが流れてもあの頃はね、あ、知ってますよね。よかった、知ってる方がいらっしゃって。みんな若いからですね。はい、知らないですか、ね、あ、知らないんだ。若いですね。はい。はい、ね。まあ、最近はね、ほんといろんなね、クリスマスソング出てきてますけど、やっぱりね、定番もね、定番でまたいいのかなと思いますけども。はい。ではですね、次はですね、宝島っていう曲をですね、お届けしたいと思います。宝島はですね、吹奏楽やってる人は、まあ、吹奏楽の曲、名曲だなと思ってるんですけど、実はね、T スクエアっていうですね、バンドがありまして、そこの曲なんですね。有名なところで言ったら、F1 のですね、トゥルースっていう曲ですね。タタタティラ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 、ザッザン、
ザッチャン、ザッチャン、ザッチャンっていう曲なんですけど、まあ、それをね、やってたバンドがね、作った曲ですけども、それをですね、有名なね、真島さんという方がですね、アレンジしまして、今ではね、吹奏楽のですね、まあ、定番というかですね、名曲の一曲になっております。それをですね、無謀にも、金管だけでやってみようというですね、このですね、挑戦をですね、やってみようと思いますので、どうぞお聴きください。はい。エリック宮城さんとか、中川英二さんというですね、まあ、日本を代表するトランペット奏者、トロンボン奏者を、中心にですね、サムライブラスというですね、こういうね、金管アンサンブルがあります。
そこの、メンバーが書いた曲で、赤霊の尾っていう曲なんですけども、この赤霊の尾っていう曲のですね、由来は、千葉周作っていうですね、北辰一刀流の江戸時代のですね、道場のですね、北辰一刀流の創設者がいらっしゃるんですけども、その方がですね、赤霊っていう鳥がいるんですけども、その赤霊の鳥の尻尾ってこう上下にこう動くんですね。これを見てですね、この剣術に取り入れたんですね。それをね、赤霊の尾っていう剣術の技なんですけども、そのね、赤霊の尾から取った曲名でして、で、千葉道場とかね、いろいろ言われても、今一ピンとこないなっていう方のためにですね、有名な坂本龍馬さん、ね、明治維新のね、立役者の坂本龍馬もですね、北辰一刀流の免許改伝で、その千葉道場にね、入門したんですね。で、周作さんの弟の定吉さんという方がいらっしゃいまして、この人は小千葉って言われるんですけども、そっちの道場に一緒に入りまして、入ってですね、そこの息子の十太郎さんという方がいらっしゃるんですけど、当時ですね、その十太郎さんと坂本龍馬非常に仲が良くてですね、その当時、勝海舟っていうね、有名な人がいらっしゃるんですけど、その人がね、さっき、話なくなっちゃった、大丈夫か。すいません。ごめんなさい。はい。割愛すると、勝海舟を暗殺にしたけども、暗殺に行った坂本龍馬と千葉十太郎は、勝海舟に論破されて、勝海舟のボディーガードになったっていうですね、こういう逸話があります。はい。全く関係ないんですけども、最後の曲、赤霊の音をお聴きください。Thank you.
第1部の演奏はブラスアンサンブルメリメロの皆さんでした。もう一度盛大な拍手をお送りください。ではここで第2部の開演まで15分間の休憩をいただきます。はい、唐津ジャズワークショップオーケストラの代表をしてます本村と言います。名前の通りですね、ジャズを、やっておりまして、ビッグバンドという、ご覧の15、6名の大編成のですね、バンドを、ジャズにしては大編成のバンドをやってます。で、唐津市内の方で活動して、週に1回ほど、鏡公民館ですね、古代の森会館で練習をしております。まだまだメンバーが足りておりませんので、興味がある方がいらっしゃいましたらお声をかけてください。よろしくお願いします。
先ほどの曲はですね、ビッグバンドクリスマスの、すいません、パンフレットには、一番最後になっている2ですね、2の方を先にやらせていただきました。ちょっと直前になってですね、いろいろ考えまして、ちょっと1はですね、すごい疲れるんですねなのでちょっと事情でこうひっくり返してもらって、で、4曲ほどですね、クリスマスの曲が流れましたけど、皆さん分かりましたので、1曲目はサンタクロースがやってくる、で次がサンタが街にやってくる、聞いたことありますね。あとは、真ん中、トランペットのソロでこうゆったりした、曲は、曲名が日本語や日本語だとささやかでも楽しいクリスマスをお過ごしくださいという、ただ、まあ、ちょっと耳にしたことがあると思う。最後の曲は、これはクリスマス取り越してなんか卒業式かみたいな感じの曲だったんですけど、原曲はですね、オールドラングサインというですね、古き良き日々というスコットランドの民謡、分かりましたかね、ホタルの光だったんですけれども、これが、英語圏の国々では大晦日のカウントダウンでよく流れる、歌われるそうです。ビッグバンドクリスマス2という曲をやってみました。で、次の曲ですけど、これもまたパンフレットにはムーンライトセレナーレと、書いておりますが、昨今のですね、流行りの風の影響で、クラリネット吹きがですね、今日ちょっと急遽お休みしまして、これはちょっと飛ばしたいと思っております。これを飛ばしましてですね、ゴーテイリュー・イット・オン・ザ・マンテンというですね、世界に告げようと、イエス・キリストが生まれたよというような、そういう曲なんですけれども、この曲を、これもまたジャズの編曲になりますけれども、ちょっと今日しかもかなり緊張してるんですが、私がちょっとソロですね、取りまして、今でも結構間違えたんですが、ちょっと頑張っていきたいと思います。次の曲は、Go Tell It on the Mountain という曲です。
ありがとうございました。次の曲はですね、先ほど言ったように、ムーンライトセレナーデできなかったんですけど、ムーンライトセレナーデは、ビッグバンドというか、スイングジャズのですね、代表曲の、一つで、グレイ・ミラー楽団が、まあ、バンドでもやってたのがちょっと今回できなかったんですけれども、次はですね、ザ・クイーンという曲で、これもうちょっと年代がですね、1960年代とか70年代になるんですけど、カウントベーシー楽団という楽団が、ビッグバンドの楽団がありまして、まあ、グレミーラとか、フェニングトマン、ただまあ若干もうちょっとモダンな感じ、まあ、今聞くとまだ古いっちゃ古いんですけど、そのグレミーラのモンライトセレナーとかとインザムードとか比べると若干モダンなですね、サウンドで、これは入門編としては、学生のビッグバンドとかですね、社会人のバンドでもよくやられて曲、やられている曲なんですけれども、私たちも、いつもこの曲をやって練習しております。ザ・クイーンビーという曲をやります。
次の曲に行く前にまたパンフレットにですねメンバーを書いておりますが、他のバンドも一緒かもしれませんが、ね冬の流行の病で欠席が出ておりますので、アルトサックスのですね菅原と江頭は今日はお休みで、代わりにちょっとお手伝いで誰だっけ森永さん急遽手伝っていただきました。ありがとうございます。と、うちのが結構揃ってる感じです。ビッグバンドの編成っていうと、サックスが5人、トロンボーンは4人、ちょっと1人いませんけど、トランペットが4人、ドラムのピアノ、ベース、ギターはちょっとないですけど、ほぼほぼ足りてるようで、実はお願いをしている、という状態でして、もしです、楽器、やってみたいなという人がいたら、やっている知り合いがいるなという方がいらっしゃったら声をかけていただければと思います。で、そうですね、ちょっと福岡の方からちょっとプロの方にお願いしております。ドラムは、日高さんですね。ピアノは田村さん、ありがとうございます。あ、そう、トロンボーンも男の子から聞いても3番の古川さんですね。じゃあ、次の、曲に行きたいと思います。次の曲、この中は、グッドキングメンセスラスというです、ね、曲で、これも、聞いたら、ただ、編曲がちょっと、変というかですね、クリスマスらしからぬ、感じのノリノリな、ファンクっていうなんか昔で言うとディスコビートみたいなですね、そんな、ダンスディスコで踊りそうなリズムなんですけれども、メロディーを聴くと、なんか聞いたことあるなという曲かと思います。日本語の訳はメンセスラスは良い王様というですね、そういう曲名ですけれども、演奏したいと思います。
ありがとうございます。結構ですね、この曲、大体自分変な曲好きで、追曲しちゃって、怒られるんですけど、これかなりですね、冒頭が難しくて、結構練習して、ですね、皆さんにちょっと迷惑をかけたような感じなんですけど、なんとかですね、止まらずの演奏ができたと思います。じゃあ次はですね、またちょっとクリスマスから離れて、ジャズの、曲をやりたいと思います。ストールモーメンツというですね、曲で、これも、まあ、古いといえば古い、1975年のオリバー・ネルソンというですね、作曲をしてオリバー・ネルソンサックスとかクラリネットを演奏するんですけれども、まあ、作曲とか編曲にも非常に才能がある、方でした、でなんかちょうどこの曲を作った時になんか今43歳で亡くなられたんですよ。そういう、ちょっと最後の作曲、最後の曲で作られた曲になるんですけれども、ストールモーメンツというですね、ちょっとなんか沈んだような曲ですけれども、ちょっと聴いてもらいたいと思います。Thank you.
最後ですね、パンフレットでは2になってますけど、1の方はですね、やります。で、これ非常に長くて、スタミナが金管楽器は特にトランペットとトロンボーンは疲れる特に後ろに持ってきたんですけれども、あと、ちょっと男さんともですねコラボできるかなということで、これはちょっと、テンポが、結構変わるので、指揮者が必要だということで、男ボーカルですけど指揮者もお願いしますね。中島さんが、はい、コロ微妙なと、はい、よろしく、ちょっと指揮がないなかなかですね、シンフォニーとの曲でしたので、ビッグバンドクリスマス、これはまた最後に曲の紹介をして、終わろうと思います。これだけビッグバンドクリスマスは、言っちゃいましたね。いや、その間に自己紹介だけしてみましょう。どうぞ、その間に。この後第3部で演奏します吹奏楽団唐津男黄金団長しております中島と申します。どうぞよろしくお願いします。はい、見つかりました。お疲れ様でした。バッチリです。じゃあ裏にくっついてます。最後の曲ですね。クリスマスの曲は4曲があるんですね。まあ、なんかいろいろ行ったり来たりするんですけれども、1曲目はフリューゲルがですね、ソロになります。これクリスマスの12日間という曲、名前聞くとよくわかんないんですが、聞いたことあるみたいな、ね、曲が最初フリューゲルで、次に、ジングルベル、これは、ね、聞いたことありますよね。で、もう1曲、3曲目が、神の御子は今宵しもというですね、まあ、聞いてください。あとは、我らは北国というですね、これも多分聞いたことある曲だと思います。それでは、ビッグバンドクリスマス。
見事な演奏は唐津ジャズワークショップオーケストラの皆さんでした。盛大な拍手もう一度お願いいたします。ではこの後第3部の会場まで15分間の休憩をいただきます。休憩中なんですけど、舞台転換はちょっと時間がかかるので、その間に一曲ちょっとお楽しみいただきたいなということで、ちょっとクリスマスプレゼントですけど、ご用意しました。木管アンサンブル、今回のプログラムに入ってないんですね。なので、木管アンサンブルやってみることにしました。どうぞ。急遽ですけど、やってみることにしました。今回は木管楽器三重奏ということで、楽器が、バスクラリネットですね、一番大きいクラリネットです、バスクラリネット、そしてフルートですね、フルート、はい、そして一番左側がクラリネットですね、普通のクラリネットになります、ね、この三重奏を少しお楽しみいただければなと思いますので、ちょっと休憩が少し長いですので、お楽しみいただければ幸いです。では大丈夫ですか。はい、ではよろしくお願いします。ついにですね、Xブラスクリスマスということで、私がずっとずっと温めてきたクリスマスコンサートの企画実現することができました、ずっとやりたかったですね、クリスマスのコンサート、楽しい雰囲気、そしてクリスマスの温かい雰囲気をですね、ぜひこのサライホールで吹奏楽と金管アンサンブルとそしてジャズの皆さんと一緒にですね、
やりたいと思いますので、ぜひ楽しんでいただければと思います。どうぞお楽しみください。はい。
ということで、2曲目ですね。2曲目、サンタが街にやってくるインスインをね、お送りをしたいと思います。こちら1934年、これはもう覚えてた。1934年、今から90年前ね。90年前ね。もうね、そんな前の、曲なんですね。でもその時期に発表されまして、非常に大人気。その当時から大人気。そして今も大人気。この曲が鳴るとね、何か分かりませんけどね、もらえないでしょうけど、サンタさんからプレゼントもらえそうなね、気になる楽しい曲でございますので、ぜひ本当に吹奏楽で楽しんでいただければなと思います。それでは2曲目お送りします。サンタが街にやってくる In Swing です。先ほどのね、あのジャズバンドの皆さんとは、
ちょっと違う感じに聞こえたんじゃないですかね。吹奏楽でジャズをやるとこんな感じっていうですね、あ、こんなにも違うのかなというのを、ね、楽しんでいただけたら幸いでございます。今日はこのペックスブラスクリスマスというコンサートをですね、まあ、私がちょっと企画をしたんですけれども、この X っていう文字を一体何っていうところなんですけど、まあ、いろいろ意味はねたくさんあると思うんですけど、まあ、いろんなバンドと一緒にやりたいというのをかけるんですね。バツのイニアンをかけるの意味の X でもありますし、なんでしょうね、謎のっていう時のなんかこう、ね、ミスター X じゃないですけど、謎でこう隠しておく時の X とかありますよね。で、まあ、いろいろどんな演奏が出てくるのかをこう楽しみにしていただきたいという意味の X を、込めてみました。で、X プラスクリスマスで全部数がついてますのでね、まあ、プレマトで言うと、なんていうんですか、同じ韻をね、韻を踏んでるっていうところで才能ありをもらえるようなタイトルじゃないかなというふうには思ってるんですけど、まあ、自分で勝手に思ってるだけですけどね、いいコンサートになったらいいなということで名付けてみました。まあ、そんな中、次の曲ですね、3曲目、この曲はこのコンサートをやるにあたってですね、私がどうしても入れたかった一曲ですね。なかなか吹奏楽の楽団でこれを演奏するところはなかなかないんですけども、まあ、2022年も締めの時期ですね、締めくくりの時期ですので、いろいろありましたね。もう皆さんの方もいろいろあったと思います。世界もいろいろありました、もう思いついてらっしゃると思いますけど、コロナも世界的流行でしたし、まあ、各地でね、いろんな争い事も起きてました。なので2022年という年、結構激動の年だったというふうに私は思っていまして、でその時に浮かんだのがこの曲だったんですね。ぜひピアノ、なかなか吹奏楽でピアノを演奏することもないんですけど、まあ、この曲といえばピアノですので、それと吹奏楽が一緒にね、こう掛け合わさったらどんな演奏になるのかなというところも楽しみに聴いていただければなと、いろんな思いを巡らせていただければ嬉しいなというふうに思います。坂本龍一作曲、戦場のメリークリスマスです。
Thank you.
はい、バックナンバーのクリスマスソングお送りしました。早いですね、エックスブラスクリスマス、もう最後の曲でございます。早いね、なんか喋ろうか。なんか喋りましょうか。なんかね、少し喋りましょう。もともとね、このサンプルちょっと用意してた曲数が若干少なめでしたので、宣伝じゃないね、ちょっとだけ LINE 募集でもしとく。LINE 募集しとく。あ、じゃあ俺が言うか、今日はね。このおうち交流文化センターで毎週土曜日に私たち練習をしております。で、年に2回ですね、定期演奏会をやっている楽団なんですけど、このクリスマスコンサートはですね、21年目、2年目、この長い歴史の中で初めてです。初めてクリスマスコンサートをやりました。どうですか、またクリスマスにコンサートってあってほしいものなんですかね。私ちょっとよくわからないです。ああ、そうなんですか。初めてやってみたんですけど、どうなんだろうねと思いましてですね、クリスマスにやってみるのもいいんじゃないかと。ちょうど私たちの演奏会、3週間前に定期演奏会が終わりまして、ちょうどですね。で、3週間後にちょうどこのクリスマスコンサートになったものですから、ちょっと急ごしらえで準備して、ちょっと少しは大変だったんですけど、大変だけどね、またね、やってほしいという声が多いから、またいつかね、ちょっとチャンスを見つけてやりたいと思います。その時はまた皆様お時間見つけてお越しいただけると嬉しいですので、どうぞよろしくお願いいたしますね。ありがとうございます。そしたら最後ですね、もうめっちゃ時も長かったですから、はい、じゃあお送りしましょう。最後の曲はですね、モストワンダフルクリスマスという曲なんですけど、さっき1曲目でモストワンダフルタイムオブザイヤーという曲をやったんですけど、それのメドレー版というのがありましてですね、それをちょっと私がネットで発見をしまして、あ、これはいい曲じゃないかと思って選んでみました。クリスマスのメドレーになってるんですけども、ウィンター・ワンダーランドっていう曲と、I'll be home for Christmas っていう曲と、最初にやりましたワンダフルタイムオブザイヤーですね、がセットになった曲でございますので、ね、これもまたがっつりクリスマス楽しい雰囲気で最後楽しんでいただけるかなと思いますので、最後までどうぞよろしくお願いいたします。それでは最後の曲をお送りします。あ、モストワンダフルクリスマスです。楽しみください。
が、まあ、せっかく今日三番台でやりましたので、みんなで言いましょうみんなでやりませんか、ね、せっかく X グラスクリスマスなんで皆さんでやりましょう。さあ、他の、カラスジャズワークショップオーケストラの皆さんとブラスアンサンブルメリーメロの皆さんですね、どうぞどうぞ中に入れますか、ちょっと狭くてごめんなさい私も今ダイエットをしている最中なんですけど、もう少し痩せたらですね、もう少し1人2人、人が入ると思いますから、私もちょっとね横に避けましょうか、避けましょうね、いっぱいいますね、3団体でお送りしましたので、たくさんたくさんたくさん、メンバーがいますね。怪我もないようですね、もう年末に怪我したことないですから、ね、怪我もないようにやりましょうね。大丈夫ですか、入りましたか、もうね、あ、いいですよ、ゆっくりですよ、準備してもらって、はい、よしよし、はい、最後にですね、アンコールでお送りするのはジングルベルですね、ジングルベルをお送りしたいと思うんですけども、これをちょっと少しのスイングにしてみたら、ジングルベルインスイングという曲がありますので、それを3段階で一緒に演奏してみたいと思います。結構大きな音が鳴るかもしれませんので、まあ、大きなと思った時はですね、一緒に拍手で楽しんでいただく方でよろしくお願いいたします。それでは最後3段階で一緒にお送りします、ジングルベルインスイングです。
ますので、皆さんに。